ショーニー・アンリード・フォーリーは、アメリカ合衆国グアム島、アガニア・ハイツ出身のプロ野球選手、ウトウ・ミギウチ。MLB のニューヨーク・メッツ所属。2014年の MLB ドラフト2巡目で、トロント・ブルージェイズから指名され、プロ入り。6月27日に、参加のルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・ブルージェイズでプロ初登板を果たした。9月3日にプレーオフに進出した。 A-9 バンクーバーカナディアンズに昇格した。だが、本人は、プレーオフに出場していない。2015年は、A 級ランシングラグナッツと、A 級ダニーデンブルージェイズでプレーし、2球団合計で25試合に先発登板して4勝10敗、防御率4.22125奪三振の成績を残した。2016年も A 級ランシングと、A 級ダニーデンでプレーし、 二球団合計で21試合に先発登板して10勝5敗、防御率2.81130奪三振の成績を残した。2017年は A 級ニューハンプシャーフィッシャーキャッツでプレーし、27試合に先発登板して10勝11敗、防御率5.09122奪三振の成績を残した。2018年は開幕を A 級ニューハンプシャーで迎えた。 トリプル A 級バッファローバイソンズを経て8月13日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。メジャーデビューとなった同日のカンザスシティロイヤルズ戦では先発して5回3失点で敗戦投手となった。なお、この試合ではバッテリーを組んだ保守のダニー・ジャンセンもメジャーデビューした。先発出場のバッテリーが同時にメジャーデビューしたのは アメリカンリーグでは1967年のボストンレッドソックスのビリー・ロアトラス・ギブソンのコンビ以来51年ぶりだった。9月2日のマイアミ・マーリンズ戦で7回1失点で10奪三振を記録しメジャー初勝利投手になった。9月15日に球団初となる後先発で31奪三振を記録し新人としても 球団二回目となる二桁脱三振を記録した選手となった。レギュラーシーズンでは7先発で33回と1、3回を投げ2勝4敗42脱三振を記録する一方で21死球と請球難も露呈した。2019年は9登板で2勝4敗で31回と2、3回を記録した。2021年1月27日に スティーブン・マッツとのトレードでイエンシー・ディアス、ジョシュ・ウィンコースキーと共にニューヨーク・メッツへ移籍した。ありがとうございます。